皆さんこんばんは。リコーイメージングの岩崎です。本日は昨日発表させていただいた GR3HDF、 GR3XHDF のオンラインイベントではありますが、それに先立ちまして3月8日にお知らせした GR3-3X の受注停止についてお話しさせていただきます。受注停止を決定した3月上旬にはご注文いただいているお客様に半年以上お待ちいただくような状況でした。1年ほどぐらい前から、注文していただく数量が生産する数量を上回ることが続き、生産量を増やしてきましたが、それ以上にご注文が増え続けてきました。 GR を欲しいと思っていただける人が増えてきていることは大変喜ばしいことではありますが、お客様にお届けできないということは大変申し訳なく思っております。そしてこれ以上お客様を待たせることは良くないと判断し、3月8日より受注停止し、それまで注文いただいているお客様に早くお届けすることにしました。これに対して我々はさらなる増産を行い、受注停止の早期解除を進めていきます。ちなみにこの受注停止は日本においてののみとなっております。これは日本の予約という仕組みによるところであります。海外では予約という仕組みがないので、納品するために販売するというやり方のため、売っている時もあれば売っていない時もあります。ですので海外においては売っていて、日本では売っていないというような見え方になってしまうことがあるかもしれません。日本においては予約されているお客様に生産した分毎週毎月お届けしています。そしてその供給の振り分けに差があるようなことはありません。とにかく早くお届けできるようにしていきます。さて一方で、昨日発表した GR3HDF と GR3XHDF は時間をかけて研究開発したフィルターを搭載した特別モデルです。このモデルもワールドワイドでの発売を目標に進めてきており、日本だけ発売しないということはしたくなかったので、世界同時発売ということとしました。ただ日本においては受注停止の状態での販売となるため、お客様や販売店様にご迷惑をおかけしないように GR ストアでの販売に限定しています。これはこのようにすることで一件一件確認をしてお客様にお渡しし、可能な限り本当に欲しいお客様にお渡しできるようにしています。しかしながら初回ロットについては各 GR ストアの納品予定分以上のご予約をいただいており、こちらもお届けに時間をいただくこととなりました。次回の納品については GR3 が4月末、 GR3X は5月上旬の見込みです。とにかく我々としては早くお客様へお届けして GR を楽しんでいただきたいと思っておりますので、今しばらくお待ちいただければと思います。それではこれからこの GR3HDF と GR3XHDF について商品企画担当から紹介させていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。リコーイメージングでカメラの商品企画をやっております大久保と申します。今日は昨日発表させていただいた GR3HDF、 こちらの方の説明をしたいと思います。とその前にですね、ちょうど1年前なんですが、1年前我々 GR3 ダイアリーというものを発表させていただき、発売させていただきました。ちょうど1年前になるんですが、こちらもちょっと私の方がやったんですが、今まで GR の特別モデルというのはこのように色を変えて、ただ中身は基本的には今までの GR と同じですよというふうにやってきたんですが、今回の GR3HDF は機能を変えてます。なので機能を変えたということもあって、一見普通の GR と変わらないものに仕上がってます。でその機能を加えてどう変えたのか、なんで機能を加えるようになったのかみたいなところをちょっと今日はお話しさせていただきたいと思います。で今日はちょっと資料の方を用意したので、そちらの方で説明していきたいと思います。
見えてますかね。でちょうどこちらにあの表紙にあるあのプロダクトカットなんですが、こちらはあの内田さん、写真家の内田久さんに撮っていただいたんですが、今日あの GRTV で後ほど話をしていただくことになると思いますので、お楽しみにしていただければなと思います。でその GR なんですが、あの初めて GR を聞く方もいらっしゃると思うので、改めてコンセプトについてあのお話ししたいと思います。 GR のコンセプトは実にシンプルです。あの最強のスナップシューター、スナップの写真を撮るために突き詰めたカメラとして今まで作ってまいりました。で今回の HDF も同じです。最強のスナップシューターということで、作っております。で GR の最強のスナップシューターを表すためには、あの4つのコンセプトがあります。それがあの高画質であることで、小さくていつでもどこにでも持ち運べる携帯性、あとはすぐ被写体のシャッターチャンスが来た場合にすぐ撮影できる速写性、あとは使い勝手であるのとか、そういったところの進化ですね。この4つを柱にしてあの発展を、進化検討してきまいりました。で今回のモデルはですね、特に高画質の面において着目してます。で今までですと、あのやはりデジタルカメラ一般的に考えてもですね、やっぱ高画質というのはコントラストの高くてビシッとしたあの解像度の高い画像、そこを突き詰めているような進化を遂げてきたと思います。でただですね、一方で柔らかい描写というものがやっぱりありまして、でこの柔らかい描写における高画質は何なのかというところを今回の HDF モデルというのは考えてます。あとですね、またそういったことを我々の方で考える一方で、あの我々あの GR ミートというイベントを行ってます。でこれはあの全国47都道府県ですね、こちらの方をあの回って実際にあのユーザーの方、まあ、GR を使ってない方もですね、一緒に写真を撮って、で写真家の方と公表してという流れで一緒に写真を楽しむイベントをやってるんですが、まあ、これに私もですねよく行くんですが、ここでよくあの話をする、実際あの来ていただいた方と話をするんですが、その時にですね、やっぱりいろんなフィルターを使っている方がいらっしゃって、で柔らかい描写の写真も撮りたいよねっていう話をよく聞くのですね、まあ、そういったこともあって今回、まあ、今回のモデル HDF の、実際に製品化っていうのを考えていこうというふうに思いました。で今回の HDF の、 あのコンセプトですけど、 HDF モデルのコンセプトは硬い表現、硬い表現と言ってるのは今までの解像のピシッとしたあのキリッとした画像ですね、そういった表現と柔らかい描写、ふわっとした描写ですね、それを合わせ持つ GR ということに着目しています。で、高解像高トラストの、緻密で客観的な表現っていうのが、まあ、今まで得意だったというところがあるんですが、でそこに加えてソフトで柔らかくて、感情的で心象的な表現、こちらの方もできるようにしたいということで、HDF を作りました。それができることで、スナップの表現が幅が広がる、しかもそれを瞬時に切り替えることができるということで、先ほど の、 あの4つの柱の1つ、速写性をしっかり担保するということをやります。で今回のモデルは、こういうふうに、まあ、一見変わらないんですが GR3 と 3X の方で、やってます。なかなかいいプロダクトカットで、これも内田さんに撮っていただきました。で全く外見が変わらないというのは良くないという話もありまして、シャッターのボタンですね、こちらの方の色を変えてます。グレッシュシルバーということで、あのシャッターを切るごとに表現が変わるというところを、象徴する色として、これを差し色として入れてます。ではですね、実際に HDF フィルター、まあ、HDF というのは何なのかというところの話をしていきたいんですが、その前にですね、柔らかい描写っていうのはどういうところから来たのかっていうのを考えたときに、あの昔の絵画ですね、あの16世紀とかかなり昔の絵画の頃から柔らかい表現というのはすでに存在していて、まあ、それがよくあるのがあの宗教ですね、宗教 の、あの絵画、宗教画ですね。でこういったあのこれはフォント・ホルストさんというのが描いた、キリストの降誕ということでやっているんですが、まさにあの光をまとっているわけですね。で光をまとっていることによって絵画が神秘的になります。でそこには当然宗教家ですので、キリスト教の話になってきて聖書の物語をまとうことになります。なので柔らかい表現というのはあの光を中心にして考えるといいというふうに思いまして、でさらにそこには物語、この画像には物語をまとわせることができるというふうに思っています。でそういった柔らかい表現を突き詰めていきたいというのが今回のモデルです。じゃあ写真の世界ではそれ表現がどうだって、来たのかというのを振り返ると、
まあ、ちょっと写真の個展のところにもなるんですが、ブラッサイのパリの夜のパリというのがあります。これも実際のパリで働く人たちを元にした写真で、柔らかい表現ができているのが分かると思います。でこういったモノクロとの相性っていうのも大変今回のフィルターっていうのは良くなるというふうに思っています。で次にですね、実際にフィルターをオンオフするとどうなるかというところをちょっと説明したいと思います。これちょっとさ先日ですね、渋谷に行ってきたんですが、渋谷でやっぱり進化したよく、あそこはですね、よくいつも工事をしていて進化する街で常に顔が変わるというのがあります。でやっぱり照明もいろいろ新しいのが入ってくるので、まあ、今回のフィルター使うとどうかなっていうところで試してきたんですが、まあ、これはフィルターオフの状態ですが、フィルターをオンすることによって特に高輝度部ですね、こちらの方がより強みになる。でただ高輝度部以外のところはそれほど強くならないということで、普通のいわゆる単純なソフトフィルターではなく、明るいところを拡散する効果があります。でじゃあ、あとですね、そうでない高輝度部以外のところもですね、それなりにシャープネスが弱めることができるという効果がありますので、難聴な表現に適したフィルターになっています。でこのフィルターですね、実際に搭載していて、ファンクションボタンでオンオフができるんですが、即座に切り替えることができるという、モデルで仕上がっています。でこのモデルを使ってですね、実際に写真家の方に作品を撮っていただきました。でそれが製品ページの方に載っているんですが、一つ目はあれですね、やはりモノクロとの相性ということを考えて、今日お話しいただく中藤さんに使っていただきました。でさらにですね、岩倉しおりさん、岩倉さんはその写真で自分の世界を表現するというところに非常に長けているというところがあって、今回お願いしたところ、さすが岩倉さんの世界が見事に今回のカメラでより強調されてできたんじゃないかなと思ってますので、ぜひ見ていただければなと思います。でもう一人ですね、海外の写真家の方で林太郎さんがいらっしゃるんですが、この方はですね、やはり現代のスナップに非常に造形が深いというところがあるので、日常のシーンに特化した素晴らしい写真を撮ってますので、まあ、そちらも見ていただければなと思います。でさらにですね、製品ページにはですね、今日お話しいただく内田さんの作品も、ありまして、まさにこのカメラの特徴をよく掴んでおられる、さすが内田さんという感じで、撮られているというのがありますので、ぜひうちのホームページに来て見ていただければなと思います。まあ、ちょっと軽く話をさせていただきましたが、GR3HDF、GR3XHDF、なかなか素晴らしい作品、カメラに仕上がっていると思います。で、こちらのフィルターですね、特にですね、効果を強めにしたというわけではなくて、日常でも使っていただけるような調整をしています。まあ、なので、フィルターをつけっぱなしにして撮っていただいても大丈夫ですし、まあ、オフにしても、今までの通りの描写もできるということで、実際私も使っているとですね、日常オンオフっていうのを繰り返して、どのシーンでも使えるなっていう実感を得てます。なので、ぜひこのモデルをですね、使っていただいて、新しい表現のところを、皆さん作っていただけるといいなと思ってます。といったところで、私の方からの、カメラの、説明は以上にしたいと思います。それではですね、今日の、GRTV の方ですね、こちらの方を始めたいと思います。中藤さんと、内田さんになります。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、GRTV のお時間です。今日は、この新しい、GR3HDF と GR3XHDF の発売記念の、
スペシャル生配信で、私あの中藤武彦と、それからスペシャルゲスト内田幸雄さんの2人で、お送りしていきたいと思います。前半あの僕がちょっと、ね、あの、はい、スライドを見ていただきながらお話しさせていただき、はい、後半内田さんの作品見ていただきながらお話しさせて、2人でのセッショントークセッションもありますので、あの打ち合わせの方が楽しかったって言われないように言い話したいと思います。いや、よろしくお願いします。じゃあ、 あの早速ですけれど、ちょっと僕の、今回、先ほど大久保さんからもちょっとご紹介がありましたけれど、作例写真をね撮らせていただきましたんで、それが20枚あのウェブサイトには載ってるんですが、その時にも使わなかった写真も含めて今日はたくさんあの用意しましたんで、その写真をずっとこう流しながらちょっと、お話ししていきたいと思います。では、ちょっと写真を流していただいてよろしいですか。はい、で今回あの GR3 の、ね、この新たな限定モデルが、あの今までもこう限定モデルって、何回か発売されてたんですけれど、あの外装等のこうスペシャルパーツじゃなくて、HDF フィルターの内蔵っていう機能のね、面の、スペシャルバージョンっていうことを聞いて、まあ、あのファッションアイテムとして差をつけるって限定品じゃなくて、実際にこう撮れる、写真の幅を広げるためのこうスペシャルバージョンということで、まあ、作品制作に生かせるね硬派なモデルなわけですね。それもこの GR ってこうストリートスナップに特化したカメラで、エッジの効いたこうシャープなレンズを、昔からこう定評があった、カメラなんですけれど、そこでこうあえてこう光をね拡散させてソフトな、表現を可能にするこうフィルターであったところに、まあ、ある種のこう遊び心というかちょっとこう面白いなというふうに、話聞いた時に思いました。で、まあ、このフィルターの使い方として、まあ何となくこう思いつくのが、最近のこう若い人のねこうゆるふわ系のこう写真をカラーで撮るようなね、まあ、ふわっとしたこう可愛らしいカラーの写真っていうのがこう浮かぶところなんですけど、まあ、僕はなんかあのご存知の方は知ってると思うんですけれど、どちらかというとこうゴリッとしたねあのモノクロームのストリートをあの自分の作風としてきた、作家のもので、まあ、どのようにね生かしたらいいかっていうのがねこう問われるところだし、まあ、僕の写真をこれまでね見てきた皆さんも興味があるところだと思います。それで僕なりにねどういう使い方をするかなっていうのをちょっといろいろこう考えたんですけれど、まあ写真のこう歴史的に見るとこうソフトフォーカス的な表現っていうのが最初にこう多く見られた時代が、まあ、1920年代とか30年代なんですね。で、まあ、当時日本では、コダックの、 あのベストベストコダックベストポケットコダック、単玉っていうあの簡易なこうハンドカメラがすごい流行ってて、でそれのこう一番前の部分のこうフィルターを外すとこうふわっとソフトな、ね、表現になるっていうので、通称ベスタンのフード外しっていう手法がこう流行って、でそれが何ともね叙情的なこうソフトフォーカスの作品で、まあ、大正時代とかね昭和初期のカメラ雑誌なんか見るとそういう作品がね盛んに撮られてるんですね。で今回ね僕は作品撮り始めるにあたって、まあ、イメージとして浮かんだのが、まあ、先ほどのあの理工のね大久保さんからも紹介があったんですけれど、僕のねもう大好きな写真家で、フランスの写真家の、ブラッサイ、そのブラッサイのね、夜のパリという、まあ、名作の写真集が、あります。で今日ねその初版の、写真集はね持ってきたんですけれど、まあ、そのブラッサイの、夜のパリっていうのは、まあ、ソフトフィルターを使ったわけではないんですけれど、まあ、彼が使ったカメラがフォクトレンダーのベルクハイルっていう、
蛇腹のね折りたたみ式のこうハンドカメラなんですけれど、まあ、それについてたこうレンズヘリアっていうんですけど、そのこうオールドレンズ特有の、ちょっとこうフレアというかな、なんというか、そういうちょっとふわっとしたこうね映りがこう光のところでこうすごく綺麗にねこう映ってるんですよね。でまあね、GR3HDF の場合はそういうオールドレンズ的な収差の問題じゃなくて、こう実際にこう物理的にねこうフィルターを入れるということでのこうソフトなわけなんですけれど、まあこう今回作品に撮るにあたって、まあこうね、イメージとしてこう自分の気持ちとしてはね、そのブラッサイのこう夜のパリへの、オマージュとして、まあ、東京のね、夜、まあ、東京の 夜のパリって言うんだな東京の夜を、自分なりにこう、モノクロームでね、撮ろうと思って、撮影するという、こうアイデアが浮かびました。まあね、このブラッサイの夜のパリっていう写真集はね、まあ、僕にとってまあ、この写真集とね、中平拓磨さんの、まあ、来たるべき言葉のためにっていう写真集があって、まあ、今ねちょうど近代美術館でね、写真展やってますけど、その二人の作品を見た時に、まあ、自分にとってのこう夜っていうこうね、写真における夜っていう概念がこう刻み込まれて、まあ、そこからねこう大きな、影響を受けて、自分の作品を撮ってきたもので、まあ今回 GR3HDF をね撮るにあたってもこう、それらへのこうオマージュっていう気持ちで撮影してます。で実際にねこう撮り始めてみて、まあ、自分なりにちょっとまず最初ね設定をいろいろと探ってみたんですけれど、コントラストが高い方がねやっぱり効果的なんですね、この HDF フィルターの効果っていうのが。で僕は普段から GR3 使うときにハイコントラストモノクロームモードを愛用してて、まあ、ほぼハイコントラストモノクロームなんか入れっぱなしで撮影、いつもノーマルの GR3 で撮影するときは、流畳感をプラスにしてこうざらつかせてね、撮影してたんですけれど、今回の GR3HDF の場合はハイコントラストモノクロームモードにさらに流畳感をプラスすると、それでざらつかせるとですね、なんか過剰な効果がちょっとこう相乗効果が生まれちゃって、なんかこうせっかくのこのカメラならではのこうソフトなこうにじみがなんかちょっと汚くなっちゃうんですよね。そこでこうあえてこう流畳感はかけずに撮影してます。でいざね撮ってみるとね、やはりこう夜の、明かりっていうのはすごくねこうソフトな効果がね出やすい、被写体ですね。こうしたね都市の夜景っていうのはこの、HDF フィルターを最大限にね活かせる被写体ではないかと思います。でまあ何かね日中 も撮影したりしたんですけれど、まあなかなかねこう輝度差が大きくないこうフラットな条件の時っていうのは HDF のフィルターのこうにじむようなちょっと拡散するような効果が出にくかったりするんですよね。そうした意味でねこう夜のこう光源がこう強烈なところっていうのはねとてもこう被写体として活かせる被写体だと思います。で今回ね夜景なので、まあ、感度もね上げてるんですけれど、まあ、ほとんどのカットで絞りは開放で撮影してます。で、まあ、絞り開放で撮影してもね、それからこうちょっとある程度絞り込んで撮影しても、このフィルターの光の拡散効果っていうのは自分が試した限りではねそう変わらない印象を受けました。それと今回ね撮影2台持ちで GR3HDF のね 28mm 相当のレンズの方の GR カメラと、それから GR3XHDF の 40mm 相当のねカメラと、
同時にこう2台下げてこう被写体に応じてちょっとこう同時進行で撮影したんですけれど、まあそのレンズが違うんですけれどね、フィルターの効果はこう同様ですのでね、まあ、あのどちらをね選ぶかっていうのは、まあ、単純にもう焦点距離のね、好みの話に、なるかと思います。またね、光源の、ね、部分がこう作例を見ていただくと分かると思うんですけど、ボワッと拡散して、広がりますけど、まあ、それ以外のねあの部分っていうのは、まあ、全体的にこう少しねこう、ソフトになるような感じの効果っていうのはあるんですけれど、まあ、ややねソフトになる程度なのでね、結構メリハリを、つけた撮り方をするのが、まあ、使いこなしのコツになるのかなというふうに、と感じますね。それから僕の写真でこう雨だとか、まあ、雪だとかのね、悪天候の日の写真が結構多いんですけど、そうしたこうねちょっと雨の日なんかのこうにじみ方とかは、非常にこう映える感じがしましたね。水滴とかこう路面に光が当たって、反射しているところなんかも非常に効果的に映ると思います。で今回作例ね写真をね、まあ、一旦こう撮り終えて、で理工さんに納品してね、やれやれこう一仕事終わったなというふうにほっとしたところのところに、東京に結構な、ね、こう雪が、ね、降ってきたんですね。で慌てて雪の日にね、撮り出したんですが、まあその時の写真とかが実にね幻想的な雪の夜を撮ることができて、まあ、ちょうどねいいタイミングで雪が降ってくれてよかったなと思います。まあ僕はね普段から、ハイコントラストモノクロームで、まあ東京の夜のストリートスナップ撮影してるんですけど、今回ね HDF を使ったことで一味違う叙情的なね、夜が撮れた気がします。それとちょっとね公式の作例写真ではね、使用しなかったんですけど、今回ちょっと夜景と別に、ファッションフォトの仕事を僕してるんですけれど、その撮影現場にもね、GR3HDF を持ち込みましたので、ちょっとねその写真もせっかくのこの GRTV の、生配信の機会でご覧いただきたいと思います。それちょっと出てきますかね。はい、ここから、その写真になってきますけど、まあ、今回撮影したのがね僕がちょっと仕事で撮影してるシュガーヒルっていう、まあ、ちょっとね男っぽいこうストリート系のブランドのコレクションのね、ルックの撮影なんですけど、場所がねちょっと面白い場所で撮影して、まあ、埼玉の行田ってところにあるゴーカートのこうレース場があるんですね。でそこでね撮影した写真になります。まあね男性向けのねこうブランドなんで、まあ、モデルさんも全員こう5つ目の若い男性モデルだし、あとねゴーカート場とかグラフィティだったりねこうストリート系のこうね尖った場所にこういいような感じの、シチュエーションの場所で撮影したんですけれど、そういうねこうどちらかというとこう男っぽい、モチーフとね、まあ、ソフトなこう HDF フィルターっていう組み合わせが、まあ、面白いところなんじゃないかなと、思いましたね。で撮影がこの日は夕暮れ時から夜にかけてこう行われたんですけれど、まあ、日暮れ前の時間帯ではねここ屋根がついたなんかこうサーキットなんですけれど、結構屋根の下の部分は暗いんですね。で一番最初の写真にありましたけど向こうの方からこう西日の光が斜め横からこうわーっとこう差し込んできて、まあ、そうしたね逆光の西日なんかのこう輝度差がねこう大きな条件だとすごいねいい感じでこう光がにじむ効果が出ましたね。
で一方でね、あのフラットな光で気筒差があまりなかったりするあのグラフィティの壁だったり、ちょっとこう物撮り的に撮ったこうしたこうタイヤなんかのこうモチーフだったりすると、まあ、そんなにこう目に見えてのこう、光のこう拡散効果、にじみ効果っていうのは出ない場合も、ありました。ただね、あのそれでもこう全体的にこうちょっとシルキーな感じのこう少しこう柔らかい調子に移るので、まあ、ノーマル あの状態のこう普通の GR3 とはちょっと描写が違いますね。 あとこう、ね、あの大事なところですけど、このカメラの HDF フィルター簡単にボタン一つでね、あのオンにもオフにもできるのでね、まあ、あのこういう効果がいらないって時には簡単にね通常の GR3 と同様に使えるっていう良さもありますね。まあ、光源自体がこう光ってる時とかハイライト部が強い時とか、最大限そういうにじみ効果があの発揮できる時に、使い分けて使用していいと思います。あとね、ポートレート的なそのファッションの写真をしたんですけど、あの人物の顔の部分とかこう洋服の部分とかっていうのはなんかこうごくごくわずかにこう柔らかめに映るような感じはあったんですけれど、比較的ねノーマルな映りを、します。でその背景の部分のこう伝統の明かりだとか、あと西日の光だとか、そういうのはねこうぼわっとにじんでこう良いポイントになるので、まあ、ポートレートのね、撮影に、使う時なんかはねこう背景を選ぶと、まあ、効果的にね活かせるのではないかなというふうに感じます。あ、ではそんなところでちょっと自分のとりあえず前半の持ち時間15分これで終わりですんで、まだ写真あったら大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、写真これで失礼しました。ありがとうございます。きっとみんなもテレビの前で興奮してるんじゃないですか。じゃあ、今度内田さんのご作品を拝見してちょっとお話伺います。ここから引き続き内田幸雄です。今日今フロント5全員メガネしてるんで、僕のメガネ被ってて嫌だなと思うんで、ちょっとメガネフロント5って何ですか。はい、僕は今回の役割で、2つの HDF とそうじゃない写真の取り比べと、あと GR を撮るっていう、役割があったので、それを一応今日のテーマにしたいと思います。僕の今日のタイトルしたら GR で撮る、GR を撮る、まあ、これ超かっこいいな、キレのいい言葉だなと思うけど、多分今のリコーのプレッシャーで実際こんな感じのキレのない雰囲気になると思いますけど、まあ、HDF を撮る、 HDF で撮るっていうのが今回の僕のテーマになっています。で、最初にちょっと YouTuber みたいで申し訳ないですけど、使った相関としていいなと思うところを3つ挙げます。1つ目が、まあ、ナチュラルな撮影にそのまま使ってもあんまり違和感がないっていうところ、オンにしててもオフにしてても別にいつもの作品に影響がないよって、その聞き具合は個人的に一番気に入った点の一つです。で、2つ目は聞いてる部分がハイライトにしか影響がないので、こういうところ少しだけハイライトがくってシャドウにかかっていく感じが、まあ、ナチュラルでいいなっていう雰囲気、このナチュラルなかかり具合も個人的に好みの部分です。で、3つ目が、光学的に、この加工を行っているので、デジタル処理をしていないですから、僕ロー現像も好きじゃないですし、パソコンの部分で今のもしかしたらプロセッサーだったらレイヤーかけてパソコンの処理でなんとかなるのかなとか、まあ、ソフトシャープネスとかクラリティみたいなことでできるかもしれないけれども、やっぱ光学でやってるってところで使いこなしの楽しみがあるって、この3つが個人的に好きなところです。逆に良くないなと思ったところ、3つ、これ今のやつの裏返しにもなっていますけど、まあ、1つ目は光学フィルターなんでしょうがないと思いますけど、まあ、ボケに強力に影響が出ます。これちょっと、まあ、見てるとジンマシンが出てくるような雰囲気になりますけど、丸ボケをマクロで撮るとパターンが、そのフィルターのパターンが出ちゃうので、これちょっとあんまりいいもんじゃないなって思います。で、2つ目はさっきのやつの裏返しになりますけど、強度を自分でコントロールできないので、中藤さんがさっき人間の肌にはあんまり影響が出ない、人間の部分にはあんまり影響出ないって言いましたけど、そこのところちょっとにじってくれると嬉しいんだよなみたいな強さをあんまりコントロールできないっていうのが2つ目の、まあ、いいところの裏返しでもありますけど、デメリットかなと。で、3つ目はこれは作品作りに影響させたと思うんですけど、 JR の LCD だとほとんど効果がわからないので、
やっぱ撮ってる時もうちょっと聞いてくれたらいいなと思って、後で見るとちょうどいいとかっていう感じになるんで、もしかしたらだけど撮ってる時に効果があんまり感じられないとか、インスタグラムとかで人気になりたいなみたいな人にするとちょっと物足りなく感じるかもしれません。だけれど作品ベースで作ったんだなと思って、さっき中藤さんとも話しましたけど、いい落としどころの加減になってると思います、うん、でまあ、ちょっとだけ効果を確かめるために僕は撮り比べも今回の役割だったので、撮り比べてる写真があるんで見てください。これ、横浜で撮った夜景です。でこっちが HDF をかけた、そのシャドウの部分にあんまり影響出てないけど天候源になってるところににじみがあるの分かりますかね。こういう細かい模様のところの明かりのところだけ大きくにじんでって解像が崩れてくるんだけども、あんまりシャドウ部分とか硬い部分には影響が出ないっていう、これがHDF の特徴です。で2つ目がこれ、まあまあまあいい写真だと思います。僕 CP プラスのリハかなんかで行った時の写真かなと思いますけど、下のところに滲んでるの分かりますかね。強いハイライトが滲んでくれてボリュームを持つ感じです。これ下の方の写真の方が多分ほとんどの人かっこいいと思ってくれると思いますけれども、オールドレンズ使ったみたいな滲みが出るけれども、周りのビルとか観覧車にはほとんど影響がないっていう。で基本的にシャドウの方に影響がかからないんで、露出を上げていくとハイライトの部分にだけにじみがかかってくる感じだから、同じものを撮っていっても露出が上がった時ににじみが出やすいんで、もしコントロールするんだったら露出でコントロールする、光源を多く入れる、あとはコントラストの高いトーンで、なんかさっき中尾さんも言ってましたけどコントラスト高い方が影響出やすいんで、クロスプロセスとか、うん、そういったタイプのイメージコントロール使うと効果が見えやすいかなと思います。で光学フィルターフロントにつけるタイプの、例えばブラックミストみたいなフィルターだと、そのフロントに当たる時のハレーションが起きてコントロールできるんですけど、これ内側に入ってるんで角度による影響出ないかなと思いましたけど、意外とちょっとひねったりすると当たってるところにハレーション起きたりするんで、そこも細かく追い込んでもらえると使いこなしが楽しめるんじゃないかなと思います。でしばらく使っててふと思ったけど、何に似てるかなと思うと、僕音楽すごい好きなんで曲にかけるリバーブ、リバーブってエコーの一種です、うん、あのリバーブ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 、これリバーブですお風呂で歌ってるみたいなね。でリバーブ何のために作るかっていうと、音楽の空間と時間をコントロールするためだって言われてます。どれぐらいの広さの部屋で歌ってるよ、みんなの耳のどれぐらい近くで語りかけてるかってこととかをリバーブは作り上げた。で60年代にもう音楽、お金をかければかけるほど大きなリバーブが使えるようになって、みんながかけるようになって、例えばロンネッツの Be My Baby とかフィル・スペクターがやるようになって、今大竹一さんが多分そういう曲作ってますけど、それに反発が起きて、みんなリバーブかけてるじゃんって、リバーブダサいよって言ってドライになって、でもそうすると次にドライ今度かっこ悪いよって言ってリバーブって、これ繰り返しになってて、今邦楽はリバーブちょっと切り気味の雰囲気ありますけれども、やっぱデジタルになって映像が張り付いてるっていうか、空気を通ってない、水を通ってない、光を通ってないっていう画像が多くなったところで、やっぱり求めてくるのは柔らかさなのかなって、さっき大久保さんから話し合ったみたいに、そこで HDF の効果なのかなと思います。で最初かかるとすごい嬉しいんで、この2枚比べた時、多分右の写真のここの部分キュー来てるぜって HDF 最高って思いがちだけど、もしこの2枚取り比べることがあったとしたら、やっぱこっち選んでほしいなっていう、この犬の飼い主の影が下のところギリまで伸びてる感じ分かると思いますけど、この縁できっちり切ってる感じとかね、後ろにじんでないけど、やっぱにじむことが目的じゃなくて、にじんだことが作品を後押しするみたいな撮り方をしてほしいので、にじんだから最高だぜっていうの撮り方をできれば、まあ偉そうですけどしないでほしいなっていうのが僕の気持ちです。それはリバーブも一緒です。でおまけとしてっていうか、あと僕今回 GR を撮るっていう方もやってるんで、そっちの話もちょっとずつできます。あと今世界でコダックっぽい写真のトーンを作ろうっていうの、僕は割とルックをいじるのが好きで、いろんなルック作りますけど、コダックっぽいルックを作るっていうのは結構流行なので、ちょっとコダックっぽいルック作ってみました。でネガフィルム調かな、できた時にレンズがやっぱ鋭すぎてちょっとコダッキーな感じがない、ニューカラーの雰囲気がないって言われてましたけど、今回の HDF はそこで作れます。これ薄く光が滲んでる感じとアンバーが乗ってる感じ分かると思います。知らないで見たらコダックのネガかなと思う人いても不思議ないぐらいの雰囲気です、うん、これが作れるようになりました。 HDF の効果です。で、僕の中にないキャラクターですけど、コスプレするみたいにこれで写真集を作ろうっていう感じの写真集を一冊作ってきました。光
の哀れ、まあ、そうですね、物の哀れっていう美しい言葉がありますけど、光の悲しさと移ろいを写真にまとめてみたみたいな感じです。で、中口さんは昼撮るときちょっと効果が分かりづらかったなって言ってましたけど、うん、時間帯に幅を作るためにちょっと昼も撮ってるんで見てもらえたらなと思います、うん、でフォーカスの位置を動かしたりトーンをコントロールしたり、露出をコントロールしたりして光の捉え方とか光を見ながらそれをにじんでいく様子を楽しんでるっていう感じです、うん、いつもより敏感に光を見るようになるっていうのがこのカメラを手にした時の楽しさだったかなっていう感じがしますね。こんな感じ、うん、光の哀れで、今回僕は GR を撮るっていう方のテーマもありまして、作例を撮ってる写真家がそのまま物を撮るってことがあまりないので、やっぱそれなりにやりたいことがいくつかありました。一個ずつ目の目標がタレントさんのプロフ写真って顔ははっきり分かるけど全然魅力がないっていう、このタレント最高ってプロフ見て思うことってあんまないと思うんですけど、僕は GR の一番綺麗な角度を見つけたいっていうのが今回のテーマでした。で、まあコンパクト系のカメラはシャフ感って言うんですけど、斜めに寝かして上から撮るとき一番かっこよく見えるんだけど、 GR がこれでかっこよく見えない理由がいくつかあって、一つ目が右側のグリップにボリュームがすごいありすぎるっていうこと、で二つ目がレンズが奥まってるんで光らせてレンズのボリュームを作ってあげることができづらい、やりづらい。今光らせてあります。これ CG とかで光足したりすることあるけど僕のノーマルです。ちょっとボリュームが足りない。でロゴっていう代表的な GR って位置がシャッターボタンの逆側にあるんで両方一緒に撮る角度が見つけづらい。で4つ目がトップパネルにデザインがあんまりされてないんでボリュームが少ない。この4つの点が GR の物撮りの難しさだと思います。だけど僕はそれをクリアします。で、まあ、最初に今回シャッターボタンがさっき大久保さんが話しましたけどシルバーの光り方をするっていうんで、これナチュラルだとあんまり光らないけどライティングの角度を追い込んでギリギリで光るところを見つけました。2台あればこれができる。ロゴを撮ってなおかつシャッターボタンを撮ることができます。でも1台でしか撮れない人のために1台で撮りました。これがシャッターボタンの角度が綺麗に見えて、僕 GR で一番プロポーショナルな綺麗なのここのラインだと思ってます、うん、影のところにグラデーションがついて、あ GR ってこんなにデザインされてるんだって多分ここ見て思う。四角い箱に丸がくっついてるだけじゃない、うん、でなおかつ上に細い段が入っててレイヤーとか、まあ、ラインヘアラインが入ってるんでここがグラデーションを作るようになっていて、3つ目天板が緩い R を描いてて丸くなってるんでそこにグラデーションを作りました。これね説明するとみんなえ真っ平らじゃないんですかって驚くんで、僕は写真でグラデーションを作って R がついてることを見せようと思いました。これ GR が多分一番綺麗に見える角度です。だけどプロダクトとしてこれだと物足りないんでちょっとだけ寝かしてレンズのところのラインを出すようにしました。この角度だとこの左上の丸いカーブ、GR が四角なんだけども手に優しいのはここのカーブのとこだと思います。こことあと薄くだけどロゴを入れられる、さらに光ったシャッターボタンとさっきのプロポーションの場所も入れることができます。これ影と丸だけで GR のアイコニックな形を表現したいと思って見つけた角度です。でよく見るとここのところに明るさの差がついてて左側グリップなんだよってことが見えるようになっていると思います。この段は、まあ、物を取った責任として作ったラインです。で細い本当にラインでミニマル、いわゆるミニマリズムって言って物の少なさを美しいって思う理論で作られてるカメラなんで、どこまで線を削って GR っぽく撮れるかってチャレンジをこっちでしました。上の方ライティングで本当に線2本しかないと思うけどこれ見て GR だって分かってくれる人きっといるんじゃないかなと思っています。で今回もう一個、僕らの世界ではシチュエーションカットって言いますけれど、 GR が生活の中に馴染んでる写真も撮ろうと思って、そっちでは世界が広がっていくってことと写真しか持っていない時間っていうものを表現しようと思って写真を撮りました。左側の上にコーヒー写ってると思いますけど、これ熱々のコーヒーを入れてから2時間冷まして上に薄く油膜出るまで待ってるそれはウルフガング・ティルマンスがカラバッチョの絵から参考にしたって言ってますけども、昔の果物を腐らせたり花が枯れるのを待ったりして写真絵の中に時間とか大敗とか人の生き死にってことを表現したって言われてるんですけど、それをカメラでやろうと思った。だけど GR は死んでないよってことを明かすために左側のやつは起動して起きてる感じです。で強いコントラストを当てて、この GR が置いてある紙みたいのは実は写真集なんですけれど、こういうとこに、オフィシャルの売ってる写真集使うのはあんまりいいことじゃないんでタイトル明かさないですけれども、ヒント、フランスの写真家です。1番ね、
2番ソフトフォーカスを超多用しています。僕世界一ソフトフォーカス使うのがうまいと思っています。3番目が僕が持ってない才能を持っている写真家なので世界一尊敬しています。これ3つのヒントです。でこれモノクロにするとこの感じになります。でモノクロにすると光が足りなくなるんで一回カーテンを仕切ってこれライティングして光を当ててます。自然光に見えるけどストロボのライトです。でこっちネガっぽいトーンにして固くしてあります。 JR のロゴが立つようにしています。これは自然光の方です。で、JR 上のランプが光るんでここもぜひ撮ってくださいって言われたのでこっち撮って、でも HDF っていうのは光に向かっていくカメラだなってことで一応自然光を生かしたバージョンも撮ってあります。これ僕の指です。僕よりももっと綺麗に GR 持てる人とかテタレンのタレントさんとかいるかもしれないけど僕手がでかいんで誰よりも GR を小さく持てると思ってますから自分の指で撮りました。まあ、簡単ではなかったですけどもこれも僕の指です。この角度で撮るの大変なんだけど、これセンターにボタン来るようになってるんで字をど真ん中に置いてもらえばボタンの上に字が入るようになってます。僕からのサービスとして作った写真です。でこれGR を置いた今回の HDF のイメージカットになっていると思います。左側の写真のカーテンの切れ目のところがボディとエッジが立っている感じ揃っている感じとか、あとこの斜めに下がってくる木のラインが GR の角に合っている感じとか、手前に寝かしたシャドウで光っているランプが見えるとか、いろいろライティングこだわってますけども、ぜひ皆さんもこれ挑戦していただいて GR の一番かっこいい角度を撮るか、生活の中で美しく見える GR を撮るかして、ぜひ何かに応募してもらえたらと思います。そしてこの後中野さんと2人で GR の魅力と古典の写真について話したいと思います。また一旦ありがとうございました。じゃあここから対談に入りますね、はい、でちょっとだけ僕最初仕切らせてください。はい、すいません、最初僕だけ仕切ります。さっきブラスサイの話が出て、僕もブラスサイのファンで中野さんと、一昨日かな打ち合わせした時に一緒にじゃないですよ、一緒に行ったわけじゃないけど、ブラスサイの墓にそれぞれ墓参り行ったっていう話 で中道さんによるとブラスサイの墓に行ったのって今まで見たことがないとか聞いたことないっていうんで、ここに世界の稀な二人が揃ってるってことです。で僕お墓の写真撮ってきたのでこれがブラスサイの墓です。モンパルナス墓地にあるんですよね。モンパルナス墓地ですね。結構有名人がいろいろ眠ってる、サルトルとかセルジュ・ゲンズブールとかね。ナイスっていうことでちょっとカメラを僕今日いじってもらえなかったら寂しいので、これセルジオ・ゲンズブールのオマージュです。あ、ゲンズブールだったんですかじゃあ確かにセルジオ・ゲンズブール、本当はレペットっていう靴履くんですけど僕レペット持ってないんで、ダブル着て、あ、その胸元はゲンズブールですね。今ちょっとそれ隠してましたけど今日ゲンズブールオマージュで来ましたいや日本に来た時もじいちゃんでしたね。あ、そうですね。ゲンズブールは F2 ニコンの F2 使ってまして申し訳ないですけどで、まあ、ブラスサイのお墓行って、でここマンレーも眠ってるんですよね。マンレーの墓もあります。これ泣けますねこの墓ね、はい、手書きっぽい字あって花一輪だけ置いてあって、うん、すごいやっぱ神様だなと思います。で僕ブラスサイの写真っていうと、僕はもともと写真カメラマンとかになりたいっていう以前に音楽がすごく好きだった話しました。リキー・リー・ジョーンズっていうミュージシャンがいて、リキー・リー・ジョーンズ好きですか、はい、81年にパイレーツってアルバム出したんですけど、そのジャケットがブラスサイの写真です。で当時僕ブラスサイって名前知らなかったけどいい写真撮るなと思ってこれ見てて、でこれ演出なんですよね実は。あ、これそうなんだ。僕タイトル思い出さないけど、うん、映画の中でブラスサイが写真撮ってるところっていう映画があって、うん、で巻き尺で長さ測ってライティングして撮ってるの。あ、だからこれ 100% 演出で息吐いてるところがライティングで逆光で、だから僕ね結婚式の前撮りとか撮ってるやつらみんなブラスサイを尊敬するべきだと思って中道さん尊敬してるんだけど、うん、前撮りしてる人たちとかブラスサイを尊敬していいと思います。綺麗に演出して一番ライティングのいい場所で息吐いてもらってると思います。やっぱね、ブラスサイが使ったカメラとか考えても感動しちゃいますよ ね。そうですね、できることがなかった、簡単に撮れるカメラじゃないから。で、うん、2014年にパリフォト行った時にちょうどその写真ギャラリーで飾ってあって若い女の子が見てて、うん、この古典をさらに若い女の子が見るっていうこの写真の歴史の循環とか、あとこのギャラリーのこの高さの飾り方のうまさとか、うん、下に置いてある花の綺麗さとかね、日本のギャラリーも見習ってほしいなっていうふうに思いました。で家にある書籍でブラスサイのことを探してみたら、中道さんさっき写真集ちょっと出してください、これね初版の話してましたけど、やっぱりなんですけどね、僕が持ってる写真集に世界中の名作のネガだけを集めたっていう写真集があって、これブラスサイの写真です、うん、
でこの手で支えてるのを奥さんの手の当時のガラさん、当時の奥さんのよね、でこれ墓に一緒に眠ってるの奥さんの名前です、ギルバートさん、左側で猫持ってるのギルバートさんって書いてあるでしょ、この手だから奥さんの手です、まあ、亡くなったけどね。でこの本の中にブラッサイはこのネガを出版社がなくしたって言って返してくれなかったって、あだけど死ぬ1週間前にその写真集のネガをボストンの准教授が見つけてブラッサイに返却したんだ、でブラッサイはそれを受け取ってから1週間経って亡くなったっていう話がここに書いてありました。間に合ってよかったですね。いいこれなかなかマニアックでしょっていうネタ今日用意してきました。ということで、あの今日ブラッサイの話じゃないんで一応ブラッサイこれぐらいにしてあるんですけど、あ、まあ、これなんかせっかく持ってきたんでパラパラとね、しあの今では古典的な価値があって、これ中口さんの持ってらっしゃるの初版らしいですけど、1932年版 の, あの夜のパリで、その後ねあの新版が出てますけど、これエリオグラビュールっていう印刷法でやってて、はい、普通のこうグラビア印刷とかよりより深いね柔らかい黒が出てて、あ、まあ、あの中吉さんはもともとブラッサイ好きだって言ってましたけど、うん、僕はまあ好きでも嫌いでも、いや好きですから墓参り行ったんですけど、うん、あんまり思い出すことのない写真家だったですけど、うん、今回みたいな、例えば画像にエフェクトっていうかフィルターをかけるってことで古典の作家をもう一回見直すチャンスになったりとかね、うん、それすごい嬉しかったなと思います。でこれちょっと僕一応仕切りで聞きたいんですけど、うん、なんで HDF って流行り始めたっていうか、今、うん、まあ、ブラックミストとか、うん、テレビのプロモーションビデオとか CM じゃめちゃくちゃ使われてるんですけど、うん、なんでこんなに流行るようになったと思います？やっぱりデジタル映りすぎるからでしょうね。やっぱそうですよね。あのあまりにもこう高解像度の方にこう触れすぎるとなんか見えすぎてしまうっていうのがあって、僕さっきリバーブの流行に似てるって言ったけど、生音やっぱリアルだけど、うん、やっぱリアル強すぎるとやっぱ生っぽすぎて嫌だっていう、うん、そこちょっと馴染ませたいんですよね。やっぱりねその今銀塩のフィルムがこうね若い子に流行ってるのもそうかもしれないし、うん、なんか揺らいでるものとか解像度高すぎないところに生理的なこう気持ちよさみたいな感じるって絶対人間あると思うんだよね。だってそれこそまあフィルムで撮ってちょっとにじんで、うん、インガシエやるときに空気通って光当ててにじんで、うん、元素液でふやけて、うん、でそれがまた印刷にかかってにじんでって言って、うん、どんどんまろやかになってったのが、今デジタルってゼロで本当にロスなしでつながっちゃうから、それがやっぱきついんでしょうね正直ね、うん、まあ、生理的な、ね、こう気持ちよさとこう数値って、あ、まあね、必ずもこう一致しない部分があるんで ね、だからロスがゼロだったら一番いいかって話じゃないってことですよね、うん、だから今回ねこう HDF 使ってみてやっぱり上がった絵見るとこう何とも言えない叙情性みたいなのって気持ちいいんですよね。でそこで一応今のうち忘れないうち聞いておきますけど、うん、中越さん常時オンで、うん、ここぞっていう時にオフにしたいか、うん、常時オフで今だっていう時にオンにしたいか、どっちのタイプですか？今回はあのもう何しろ HDF の作例なので、うん、常時オンにしてましたけど、これから先の人生です。これから先だと多分オフにしててやっぱり光に感じるカメラだっていう話ちょっと内田さんもされてますけど、うん、あ光が綺麗だなとかこう来た時にオンにすると思いますね。そんなミュージシャンのエフェクターみたいに今だってって踏める感じですか？うん、そうですね。そんなにうまくいきます？なんか光感じない時に普通に撮るにはあの多分フランジャーみたいな感じ、そんなに必然性ないと思って、うん、あのハイライトが強い時とか輝度差が大きい時しかこう機能しない部分もあるじゃないですか、うん、それがこう自分のこうセンサーでこう感知できた時にオンにするっていう使い方でもいいのかなって気がありますね。例えばローで撮れるとか、うん、ブラケットで撮れるっていうんじゃなくて、うん、これオンにしなきゃ撮れないじゃないですか、うん、そうすると今まさにチャンスが1回しかないったらどっちかでしか撮れないですよね、うん、そしたらどっちで撮りたい派ですか？やっぱ基本ドライで撮りたい感じですか？その時のこう光に自分がどう感応したかによるかもしれないですね。あのじゃあもし2台持ちするとしたら、うん、例えばドライと HDF で組み合わせることあるのか、うん、でも両方 HDF で持ちたいか、うんうん、3と 3X 使うことってあります？僕3と 3X いつも持ち歩いてる。本当ですか、うん、どっちの方をHDF にしたいですか、もし2台持つんだったら。あそれがでね自分がこうこれ僕のですけど、どっちですか？3です。あ本当ですか？僕 3X です。ここ分かりましたね、はい、僕今 X って言うと結構微妙な空気流れたりしますけど、うん、X の方が好きっていうと、うん、はい、僕はねやっぱり GR 代々使ってると自分の中の基準のこう焦点距離が 28mm 相当になってて、でその基準プラス40っていう感じなんですよね、うん、そうするとこれあると、うん、
レギュラーの方の GR3 使う機会なくなりません？メルカリ行きですか？多分あのうちの家族が使うかなとかそういうことなの。その例えばドライのとか3レギュラーの3と3の HDF 持って片方こうそのボタンを押すより早いじゃないですか。早い、ボタン押すより早いけど、あの2台持ち帰るの考えるとボタン押した方が早い気がしますけどね。リーフリードランダーとかみたいに同じカメラ2台持ってみたいな、そういうんじゃないですか。あのモノクロとカラーをこう両方使うような人っていうのがいるけど、あそうですね、ね、これだってこのボタン押すだけですからね、うん、F のボタン、まあ、同じ焦点距離の HDF と普通のを持つかって言ったら、例えば、うん、どちらか持ってる人だったら買い足すとしたら違う焦点距離の HDF 買って、じゃあ例えば3レギュラーの3持ってたら、うん、3X を HDF で買うみたいなのがいいってことですね。それがいい買い方かなという。3と3の HDF 持ってるって相当レアですよね。かっこいいですよね。俺も28しか撮りたくないっすっつって。で2台これも HDF も HDF にして使うわけですね。もうそうですね。HDF に使う。ボタンはなんかこう別の割り振りをして。あ、そうです。それぐらいの人いたらいいなと思いますけどね。やっぱりそうなの。僕 3X 選ばせてもらったんですけど、うんうん、と1台で持つんだったら、うん、HDF を持ち歩いて。うん、で3とセットで持つんだったらドライな方で2台揃えるみたいなのがいいかなと思ってて、でそれなんでかってやっぱ僕自転車乗る時今 GR 持つこと多いんで、自転車見ながらこう光きれいだなと思った時それ残したいなと思ってて、自転車って脈上がってるんですよ。テンション上がってでアドレナリン出てるせいで何でも光がすごい鮮やかに見えるで、撮ると意外としょぼいなと思うこと多いんで、そこで HDF の力借りようと思ってます。だから HDF は自転車持つ時に単体で持つようにして、でレギュラーのモデルは2台持ちの時に使おうかなって今思ってますけ ど、 なるほど、それ迷ったりするのも楽しいですよね、うん、多分ね。それぞれのねこう買い足し方とか使い方、はい、持ち組み合わせありますよね。で中西さんはハイコントラストモノクロしか使わないと思いますけど、僕意外と設定いじったりするの好きなんで、うん、新しいホワイトバランスの設定とかイメージコントロールとかを HDF 用に作り込んでみたりとか、うん、今回作例だったんであんまやんなかったですけど、うん、それやれたらいいなと思ってますね。他何かこれ使ってて楽しかったこととか、あとまあブラスアイの話出ましたけど、うん、いつもより光に敏感になったおかげで発見できたことみたいなとか、うん、HDF が教えてくれたことみたいなのって何かあります？教えてくれたってわけじゃないけど、自分の光、まあ、写真って元来も光を撮る装置だから、あの写真撮ってるっていう以上なんか光に敏感になるんですけど、やっぱりなんかより光を求める感じがありましたね。もっと光を的な、ゲーテンな感じですね、もっと光を。確かに。だからやっぱりせっかくだからこの効果を生かしたいんですけど、すごい劇的な効果があるわけじゃなくて、あそうですね、あの先ほどがっかりする時ありますよね。もっと光がいないっていう、やっぱりいい落としどころのちょうどこう効果なの で、ね、だからくすぐってくるっていうか、うん、俺をどう使うんだって、まあ、私か分かんないけど、どう使うんだいってこう問いかけてくるみたいな雰囲気ありますよね。大げさすぎないから実際の作品制作にこういいと思うんですけれど、うん、場面によってはあんまり効果が出ない時もあって、でも、うん、そのしまったオンにしちゃったって思うことないじゃないですか、うん、オンにしてがっかりすることってあんまないっていうか、うん、思ったより効かないことはあっても、うん、オンにして失望することはあんまなかったですね。これなんか光に対するこう感受性みたいのをこう使い手をこう選ぶっていうか問われるカメラじゃないかなって気がしますけどね。ポリシーなんだろうけど、あまりにも分かりづらい説ないですか？間違えてレギュラー持ってきそうな気がします。あのねボタンのところね、はい、僕あの3と 3X もいつも間違っちゃうんですけどね。それしょっちゅう間違う、それ何回も言ってんですけど、ええ、いいこと聞いてくれないんですよね。で今回やっぱり主張しすぎないのがよくて、これシルバーのボタン、すぐ分かるけど思った以上に写真に映らないんで、僕すごい綺麗に撮ったつもりなんで本当に挑戦してきてください。私の方がもっと綺麗に GR の3のあ HDF のボタンの輝き撮れるよとか、あとこの後ろの、プリントされてるところさらに撮りづらいですから、ここ超綺麗に撮れるって言ってたらぜひ僕に挑戦してきてください。いや内田さんの物撮りでここ の、 あのダイヤルのところのちょっとここのグラデーション、ここ膨らみのこれ、はい、こことかの本当にこう柔らかないい曲線でデザインされてるって気づかれますね。あれだけ見ながら飯2杯ぐらい食えますね、うん、やっぱね。空気てるっていう、こう黒いねこんなこうパッと見るとこう、はい、
一見こう不愛想なカメラのようで本当に、ね、繊細なところまでデザインされてるね。あの中で話さなかったですけど、うん、そのデザイナーの愛さん、愛さん名前言っていいのか分かんない、うん、愛さんがここ南部鉄器からインスパイアされて、あ、そうなんだ、触ってるうちにこのテクスチャーのところが輝きがつくよって言って、はいはい、で僕ら仏取りってプロダクト用買って言って汚れてないボディ預かるんですよ、はい、そうするとこことここの光がほとんど変わらなくて、うん、あんま綺麗に光らない、うん、だからもう本当ごめんなさいって言ってここ触りましたから、こうやってあちょっとだけ手からせないとここの、ここの切れ目が出ないのね。いや、うちもね南部鉄瓶に育てるんですけど、確かにこれ南部鉄瓶の感じするわ。何年か使うと味わい出てくるって言うけど、僕のもう4年使ってるけどあんま出てこないですけど、だけどここ光り方変わってくるらしいですよ、うん、これもほらあの湯垢つけたりとかするじゃないですか、ね、あれ熱いうちに拭くといいんで、うん、ちょっとライターで炙ってみようかと思うんですけど何かあったら直してくれないんじゃないかと思って、あのでね、本当 GR シリーズってもう昔のフィルム時代の GR1 から始まって基本的にこう同じラインを保ちながら、ね、進化していって、その僕、うん、社者って記事でも書かせてもらいましたけど、うん、GR ってただの箱だって思ってる人多いですけど、ここ緩く樽っぽく膨らましてあったり、うん、ここに薄く R つけてあったり、その R 気づかなかったな今まで。本当だ、いつでも持っても取れるっていう人結構いるけど、じゃなくて、まあ、悪く言えば持たされてるし、うん、GR がこう持ってって教えてくれ、アフォダンスってよく言いますけど持たされてるんで、その GR の主張をなるべく生かそうと思って僕写真撮りましたから、もし僕のプロダクト買ってどっかで見る機会あったらただの箱じゃないんだよっていうところと、あと素っ気ないように見えるけどこういうところの R ね、すごい気つけて丸めてあるんだなっていうのを写真撮ってて気づきました。その中内さんは街に出てブラッサイと会話したかもしれないですけど、うん、僕はブス撮りながら GR と対話してるみたいな楽しさあったので、うん、ぜひそれ皆さんにも体験してもらいたいなと。上の軍艦部にその R があったのって僕気づかなかったな。薄く R つけてグラデーションついてるんですよね、うん、さすがですね。それでも僕も撮るまであんまり意識したことなかったですけど、撮るとここにグラデーション出るようになってて、うん、あ、これ薄く R ついてんだとか、あとここにライン入ってるの意外と効いてるんだなとか、うん、あとここシェイプしてあって綺麗に指かかるようになってるんだなとか、撮りながら気づくところが楽しかったですね。じゃあ最初 GR と出会いというか、僕はね 4でまだリングキューブがあった時に写真展やるからって言って声かけてもらって、うん、だからそういうテストケースがあったのっていい時代でしたよね。僕らみたいに、僕使ってなかったけど GR デジタル4、うん、で超当時いけすかないと思ってて GR のこと、そうなんだ、あのちょっと結婚式とか行く時期あって仲間とかの、でちょっとおしゃれな人見るとみんな GR4 持ってるんですよ。でおしゃれなピチピチのスーツからこう GR 出しててもっといいカメラあんだろうねと思ってたけど、使ってみると超いいなと思って、あんなちっちゃくてあんないつでも持ってられるカメラってもうこれしかないなと思って、すごいよくできたカメラだなと思いましたね。僕もね、あのデジタルだとあの GR デジタル2が最初だったんですけど、それで初めてあのモノクロームのデジタルフィルムも使ってらっしゃったんですよね、多分ね。 GR1 僕 GR のレンズだけ別売になってたの知ってます、L マウントの。それも買いました。あれ僕ライカにつけてありました今でもバルナックあれついてますね、はいはいはい、じゃあ今度一緒にあれで写真撮りましょう GR28 いい加減なそれ持ってる人は少ないよね。 あれ少ないですね。じゃああれでブラッサイの墓一緒に行ってそうそう、 GR1 はね、でもね盗まれちゃったんですよ。あ、本当に向こうで、向こうで、本当に、ええ、切ないですね、うん、カメラって盗まれた時ショック大きくて、もう愛するのやめようと思いますよね、うん、それでハンガリーのブダペストというところで盗まれちゃった。あ、ハンガリーってあれじゃないですか、つながり、つながってますね、ブラッサイの。今俺ナイスのとこ引っ掛けたしブラッサイハンガリーに出身なんですね。だからブラッシャイって呼びましょうって運動あるんですよね、うん。まあ、その時撮った作品は写真集に入ってるんで、まあいいかなと、ね、でもフィルム盗まれるよりレンズ盗まれる方がまだいい。札積みだったら札積みのを残したいですよね。あ、レンズじゃなくて GR1 盗まれちゃった。札積みのフィルム残ってて、よかった、データ残っててよかったですよね。あの その時の最後のフィルム入ってましたけどね、そのまま。僕パリ行って120本のフィルムその日に盗まれたことあります。120本、120本全部。それは一番きついな結構いろいろです、うん、みんな何かしらやられてますね、こう撮影スナップしてる人はね。今回これで、まあ、HDF つながりで中内さんといろいろ話したこともあるし、うん、まあ、古典の写真家たちの話できたりするし、うん、あと光にデリケートになれるっていうんでね、うん、若い子たちがそれで世界を広げてくれるっていうか、もしかしたらこういうフィルターで何かするっていうのに、反抗する人たちいるかもしれないけど、僕若い人たちに可能性があるんだったらそっちに行ってほしいと思ってるし、うん、さっきのリバーブとか、それで音響系円谷とか病区とか、うん、あと日本だったらシューゲイザーとか、うん、そういう人たちが内省的な自分の
小さな声を人に伝えるときにこう緩やかに幻想的にっていうブームあって、だからこれが新しいブームとかね、うん、若い人たちにとっての表現の一個の手段になってもらえたらなっていう願いありますね。いろんな意見あると思うし、多分批判的なこう論調もあったりもするんですけど ね、まあ、ね、それも全部中藤さんが背負うってこと。いやいや、それは中藤さんが背負うってことで、いや背負わないですけど、あの 表現のこう選択肢が増えるのも幅が広いって絶対いいことですよね。それをしかもデジタル処理するんじゃなくて、うん、アナログでやってくれたっていうのは嬉しく思いますよね、うん、純粋に嬉しい。だから僕らが思ってもなかったような、僕今回まあキャラクター変えてやったし、中西さんいつものキャラクターで撮ってらっしゃったけど、うん、そういう新しい遊び、あのどっか橋から撮ってたかな、あの犬の影が伸びてる、はい、あれやっぱ昔からのうちさんの写真だなって感じが素晴らしいですね。でもなんかあれでオンオフ撮ってるところにやっぱプロの写真家の汚さを感じますなんか結構ちゃんとこう比較写真だったらドライのままで何枚か撮れよって話ですよねオンオフ撮ってるところにやっぱ汚い心になっちゃったなって悲しいとかありますけどあれあのモノクロームでもソフトのモノクロームですよね。あ、そうですね、うん、ソフトモノクロームです、うん、あのハイコントラストモノクロームでもこう良さが出るけど、ソフトモノクロームで光と影の、あの、あれでもね、絞りの影響を受けないし角度の影響もあんまり受けないんで、イメージコントロール変えるのが一番効果出やすいと思うんで、うん、ぜひそこでコントロールしてもらえたらなと思いますね、うん、本当に自分なりのフィルム作るみたいな感じでトーンセッティングしてもらえたらなと思います、ね、ロー現像がねあんまりこう好きじゃないって言ってますけど、自分も全くそうで、この僕の家にローファイルないですか。ああカメラ内のねこう現像というかその設定でかなりのことが今できるようになったんでね。あ、そうですね、できますよ、楽しいですよね。それをなんか活かしながらこの HDF とかの組み合わせで、いやそんなこと言ってるけど、中口さんの渋谷で GR ミートやった時、うん、最後にみんなの記念写真撮る時ハイコントラストモノクロで撮ってるの見てひでえな、あんな時も撮って、お客さんの顔全員真っ白になってたけどいいんですよ、あんな時でもオフにしないんだと思っていいんですよ、それでこう顔はね別に撮んでも、この僕でもあの時ローで撮ろうかなって一瞬迷いましたからね。あ、でも一応ねローもね、あの同時記録で撮ってます。すみません、僕でもロー撮らないですからカラーにもできるんですけどね、なんていうかもう 目、まあ、どっちもどっちで目がもうこうなっちゃってるとしか言いようがなくて ね、まあ、すごいなと、みんなの毛は真っ白になってましたけど、ね、そうなんですけどね、なんかもう生理的な体質というか、なんかモノクロやっぱりフィルムで撮った時からなんか世界をなんかモノクロームで見るってい もう癖がついちゃってると、もうなんか色彩に引っ張られずにそっちで何でも見ちゃうような感じになってます。森山さんらしくカラーに感動したことが一度もないからってモノクロの方が好きな理由話してましたよ、その感じですよ。そうするとね、いやもう かっこいいですよね。森山さんもカラー撮るけどね、意外と撮ってるんですよ、カラーって写真はあるんですけど、ね、ドン・ケントさんとかトリミングするなって言ったけど奥さんとかが結構やってましたよって言ってあのじゃあこれ僕からの興味ですけど、うん、まあ、ハンガリーとかブラスサイのことあると思いますけど、うん、もしこれ持って海外の都市どっか行けるんだったらどこ行ってみたいですか。あ、まだ行ってないですよね、海渡ってないですよね。これですね、はい、HDF でもし海外の街撮れるってなったらどこ撮ってみたいですか。いやね、本当はねこんな事態になる前だったら僕イスラエルに行きたかったんですよ。それでも HDF じゃなくて純粋にイスラエル撮ってみたいってお酒ですよね、うん、HDF で撮ったらどうなるだろうっていうんじゃないですよね。でもあそこのこう何かこう宗教的な雰囲気とかと HDF って合いそうじゃないですか。大久保さん宗教家の話してましたしね、うん、そうですね、確かに、多分なんかこう2000年前の大久保クリスチャンでもないしユダヤ教徒でもないですけど、うん、そうした 場みたいなものをこのカメラで HDF で撮ったらきっといいだろうなと思いますね。本当どっちがいいのか本当わからないけど、ドライで撮っちゃいけないかもしれないものにこう触らないっていうか、そこ少しにじませることでなんかギリのところのコメント避けるじゃないけども、そういう効果出たらいいなっていうのありますね。じゃあもしあとタイムマシンとか乗れるとしたら、それ現代でイスラエルじゃないですか、何年代のどこって言ったら、やっぱブラッシャーが撮ってたパリの時代行ってみたいとか、それこれで撮ってみたい、というか単純にこう1930年代のこの夜のパリ思いを馳せると、これで撮ったら、手ぶれ星だったら無敵ですよ。あのどうなんですかね、北斗連弾のベルクハイルでブラサイが撮った光景をまさにこのカメラで撮ったらどうなりますかね。ブラサイの隣に行って今感度いくつで撮ってるのって10とか言って、うん、俺3200とかしたらブラサイ震えますなんかこう話聞いたことがあるのは、タバコを1本吸ってる間こう三脚でこうレリーザー消したって ね、っていう話を、まあ、本当かどうか分かんないですけど、なんかそんな話聞きましたけど、ね、メーターもちゃんとしたメーターもなかったと思いますし、うん、安定してなかったと思うし、
でもさっきのだから僕パイレーツのジャケット見るとすごい綺麗にライティングしてあって、うん、バックライトの位置完璧にコントロールしてるなと思って、これなんか思ってるとイノセントな写真家じゃないと思いますけどね。これなんかでも明らかにあの演出して置いた感じの写真ありますよね。どれだったかな、あのありますし、あこれとかね絶対演出してますね。これ何秒のシャッターでって話ですよね。いや何十秒とか何秒か分かんないけど、うん、そういうあれですよね、うん、ちなみに内田さんはこれ持ってどこ行きたいですか。僕はまあ僕フランス、僕 X を選んだこともありますけど、うん、フランスの昔の写真が好きなんで僕ベッソンのファンだから、50年代のパリ行ってみたいですけど、うん、僕これで思ったけど多分だけど、ブラスターに撮って機材って、自分の写真を助けてくれる道具で、うん、でマンレーとかはやっぱシュールレアリスムだから、うん、機材と戦うっていうか機材って体制であって、うん、それと戦うべきもの、うん、でブレストンは機材を自分も自由にしてくれるものだったっていうふうに思ってて、まあ、手と目の延長にしてね、ライカーもね、で小型のカメラを絵にして、うん、ようやく外出れるっていうん で、うん、で僕この HDF に関してはブレストンみたいな扱いをできればいいなと思うんで、うん、これで自由に写真撮れる喜びで、うん、50年代とかのパリ撮れたらなっていう気持ちありますけどね、うん。実際こういう最新のデジタルカメラをその時代に持ってったらどういう写真になるんだろうってちょっと想像膨らみますよね。持ってけたと思ったら電池なくてね200枚で終わっちゃったりとかね一応ピリッとしたこと言っておきますけどピリッとあと撮れたって言うけどパソコンなくて読み込めないとかねここで見せるしかないっていう。確かにこれだけ持ってってもその時充電されてる電池が切れたらおしまいっていうのがね現代のカメラのね、そこちょっといい話、うん、やっぱりそのブレッソンがライカ使ってそのバルナックのライカでねあのストリートスナップの講師になったっていうのの延長にやっぱり GR っていうカメラ存在あるって信じてますけどね。だから僕機材の進化なんて写真に必要ないって人たまにいるけど、そんなことないですよ。例えば印象派の絵画ってチューブに絵の具が入ったから外に出れるようになったとかってのあるわけだし、自由にしてくれるものがあるんだったらね利用しない手はないと思います。やっぱり写真ってこのカメラっていうカメラに限らず管材も含めてのテクノロジーのやっぱり進化とともにね、本当にそうですよね。テクノロジーともにある、あのそういう表現なので、ね、どこまで行ってもそれ進化したらそれにアンチがいてっていうか逆を行こうっていう人がいてもいいし、今のフィルムブームとかもそれでいいと思うし、その動きもちろんあるべきだと思うけども、でも進化してる部分をね利用できたらいいですよね。じゃあ質問受けますか、お客さんたちから。あ、質問タイム、せっかくだから質問受ける。もしこれ見てる人たちで、あと5分ぐらいですね、ほぼほぼ中藤さんですけど僕でも責任は僕負わないので、なんか聞いてみたいこととか、まあ、HDF の使い心地どうですかとかでもいいですし、あと今日古典の写真家たちの話ちょっとだけしたんで、こういう場があんまりない、僕は2人で多分一緒に出たの初めてだと思うので、2人に話してほしいテーマありますみたいなことでもいいですし、あれと比べてどっちがいいみたいなことはあんま聞かないでほしいなと思いますけど、何か聞きたいことがあったら質問ください。いや質問来るまでなんかせっかくだから最後何か話しましょうか。ここからの質問として、先ほど の、 あの下に敷いてあった写真集はどなたですか。あもう話していいですかね。いやプロダクトの写真使うとき難しいかもしれないですけど、あれサラムーンですね。あサラムーンですか。サラムーンってソフトフォーカス超うまいじゃないですか。あのさっき中井さんと話したけど、あのオンパルナスのところからギャラリー街通っていくときに、ギャラリーオブスキュラって、カメラオブスキュラギャラリーってあるの分かりますかね、うん、あ、それはちょっとそこにサラブのよくやってるんですけど、うん、超展示綺麗なんですよね。ソフトボカス世界で一番うまいんじゃないかなと思いますね。で今回オマージュ撮ろうと思ったんですけど、サラムーンって 50mm より短いレンズ使わないんですよ、うん、だから GR だとちょっときつかったなっていう感じありますね。やっぱでもセンスありますね、サラムーンの。サラムーンは別格ですよ ね、 別格ですね、別格。もうやっぱ努力で身につくもんじゃないなっていうところから思いますね。もともとモデルだったんですか。もともとモデルでしたね。そういうものをやっぱりあの作品に生きてますね、うん、質問あるかな。質問来てます。ない。したあ、ですね、あの質問結構そのお二人がお話しいただいてる時に結構たくさんいただいてるんですけど、ちょっとあの追い切れなくて、なんか覚えてるやつで最後聞きたいやつとかある？この流れでふさわしいようなやつ。締めの質問がないのも寂しいもの。なんか最後いいこといい話と終わりたいですよね。やっぱね、いいこと。あの HDF ってベニヤ板の名前。これいいことですか。何度も言うけど、もしネットで HDF って検索すると多分ベニヤ板の名前って出ると思うんだけど、ほどに圧縮した。
おじゃあ今から質問をさっき投げかけた人が同じ人でもいいですから同じ質問で。ちなみに中口さんゲンズブール好きですか。はい好きです。あ本当ですか。ジェンバーキンよりもゲンズブール派ですか。あのいつもね聞いてたのはジェンバーキンの方でね。あ音楽いいですよね、ジェンバーキンの音楽いいですよね。ゲンズブールが作ってるんですよね。切ない。一時期写真展とかやるときにいつもかけてた。ジェンズブール、いやあのジェンバーキンの方あのもう声吐き切ったところで歌ってるみたいな ね枯れそうな声で歌う感じかっこいいですよね。ゲンズブールの CD も並んでますうち。ゲンズブールちょっとシャレすぎててね、おしゃれすぎる感じですね。あとやばいっすねあの人ね。あのフランサスに火つけてここにちょっと火移したいぐらいの感じですよね。歌詞読んでもめちゃくちゃです、ね、よろしいですか、はい、よろしいですか、はい。結構そのカメラに対してのその技術的なところは、はい、後でちょっとあの先お話ししてさせてもらった岩崎さんから答えさせてもらおうかなと思うんですけど、はい、あのお二人に質問のところで、はい、このフィルターは開放付近で使うものなのでしょうか、絞った場合はどのような表現になりますかっていう。それさっきちょっと一言言ったんですけどね、あのどっちも効果ありましたね。なので決して開放付近にこだわらなくて、あの絞って F7.1 とかで撮った写真で、あの5カット上の写真がさっきあったと思うんですけど、あの西日がバーッと入ってこうさっきと全体がこうバーッとあのフレアが出た写真、あれ確か開放 7.1 とかだったんですけど十分にあの効果出るんで、あの、うん、フロントにつけるタイプのフィルターって絞り値の影響結構受けるんですけど、リアだと絞りの影響そんなに受けないんで、うん、絞りでコントロールするのはあんまり効果がないんだけど、どっちかって言ったら絞り込んで奥の方で滲んでる感じの方がいいんで、開放とかで使いすぎない方がいいのかなって感じありますなんか、うん、ボケの中にこれ入ってるとやっぱ薄くさくなっちゃうかなっていう気あるんで、僕意外と絞って使うの好きだなっていう感じですね。アップで開けるとちょっと、あそうですね、わざとらしいっていうか臭い感じで出ちゃうなっていう感じ。引くと開けても絞ってもそんなに変わらないですけどね。あ、変わらないですね、うん、っていう感じです。でも絞り位置で効果のコントロールできないので、写真全体のバランスで考えて絞り選んでもらえればいいかなと思いますね。単に普通に絞りを、ね、あの使いたいように使えばいいと思います。露出の明るさはダイレクトに影響を受けますから、プラス補正するかマイナスの補正するかは結構慎重に選んだ方がいいと思います、はい。では続きましてですね、HDF は、まあ、ND がないと思いますが、うん、その辺はそのあたりは使ってみていかがでしたか。僕あの GR に ND 入ってること知らなかったんですけどねまあまあ長く使ってるのに使ったことないんで、うん、あのデメリットがあるとしたらその、まあ、ちょっと値段が高いらしいけど、あと ND がないってことと、もう一個とピントをコントラストで拾うときに当然コントラストが下がるんでコントラストの影響を受けるっていう説あったけど、それなかったし何も撮っててね、あ全然ピント合いづらいなとか分かんないですよね、うん、だからそれはもう好みで決めていいと思います、まあ、両方使えないっていうND かけて HDF かけるっていうのはできないってことは間違いないですけど、好みで選んでいい。で僕もし池かなんかでお前の落としたのは HDF かそれとも ND かって言われたらHDF って言って HDF もらうと思いますけど、それ1万円高いからじゃないですよ使いどころが広い。銀ののか銀ののか、はい、あとこれあの、はいはい、割り振りがあの FN のボタンになってるんで、あのそこにいつも自分はクロップつけてたんで、そしたらここいいんじゃないですか、クロップ、ここ横、あこれそっか、こんな動画のボタン、ね、うん、ここローテーション入れる方がこっちのボタンの方がいいけど、うん、オンオフだったらこっちいいんで、ここに割り振れるならここいいですよ。いいアイデアです。普段使わないでしょ、ここ、うん、このボタンあったんだな、俺使いこなしてるでしょ GR。 いやこんなボタンあったんだなって今気が付きましたけどじゃあ一応質問じゃあ、はいはい、お二人あの今回撮っていただいたようにクロップは使われましたか、クロップによる HDF の変化の差はありますかっていうご質問があります。これ僕先言いますけど、クロップって画面全体の、ボリュームを大きくするんで、当然滲んでるところのボリュームが増えるから、クロップしたところがその滲んでる部分だったら面積が大きくなるけれども、うん、クロップって後で切ってるだけなんで、うん、効果に影響出るわけじゃない。だけど中心部分に滲んでるところがあったら滲んでるところのボリュームを増やすことはできますよっていう感じですね。あの焦点距離が実際に変わってるわけじゃないんで、基本トリミングですからね。だからまあもし焦点距離変わっても28ミリと40ミリの差もほとんどないので、焦点距離変わったとしても多分滲み方の影響ないと思いますよ。今回は僕はあの28と40で撮るってことでクロップは使いませんでした。あですよ、ね、素晴らしい、潔いですねナイスです、はい、他何か質問ありますか。中尾さん今の待ってる間にブラッサー以外で古典のなんか
こういうムードのある写真ブラッシャー見て興味あったらもうちょっとここっていうおすすめの写真書いたら最後に一人ぐらい名前をスデクですかね。ジャックスはいいですね。ジャックスだってねいいですね。急に出てきましたびっくりしました。今背中のくすぐったいとこ書いてくれたみたいな感じがしました。ハンガリーからチェコに、はい、ケルテスいいでしょ。ケルテス写真おっしゃったのケルテスらしいですよね。ブラッサイにね、ケルテスいいですよね。そしてブラッサイは岡本太郎に写真を、あ、そうですね。はいはい、質問ですね、お二人は今まで外付けのフィルターを使ってましたか。 GR で、僕 ND を一回使ったことあって GR3X かな、あの発表会の時の写真撮った時に ND10 ストップって言って10段落ちる ND を前に乗せてすごいスローの4分とかのシャッター切った写真ありますけど、それ一回だけかな、使ったことないですね。ありません。 R フィルターつけたりしない。あ、R フィルターね、つけたら確かに。フィルム時代使ってなかったですか、R フィルターとか。時々使ってた。使ってたですよね。モノクロフィルムではね。コントラストつけるためにですよね。あとこう、R フィルターのようなモードが入ったカメラとかでやったりするけど。すごい R フィルターっぽいイメージあります、中西さんの写真。GR にフィルターってつくんだっけ、これ。後であそこで補修してください。はい。はい、続いての質問です。HDF は、被写体として何を撮る人におすすめだと思われますか。どうですか。まあ、僕とりあえずさっきも何度か話したけど夜景はかなり効果が出るんですけど、まあ、使い方はそれぞれの人が探っていくことだから何とも言い難いですね。人物すごい行きそうだったけど、あんまり中見さんの人物そんなビンビン効いてんなって感じじゃなかったですよね。背景が単調だったのもあるんですけど、背景次第では人物ポートレートにも活かせると思いますけどね。 HDF は硬すぎる描写をまろやかにしてくれる効果があるんで、うん、うまくポートレートで使ったら肌の出てほしくないぐらいの微妙な粗みたいなところになじませてくれる効果があるんで、うん、メイクが仕上がりきってない子とかナチュラルのポートレート撮るときとかに、まあ、試してみてもらいたい。僕ら作例用意できなくて申し訳ないけど、そういう時効果あると思いますよ。まあ、夜景は抜群ですよね、うん、夜景は抜群に効きますね。ぜひポートレートを撮ってる人いたら、ライティングの仕方とかに影響出ますけど、ガチなところっていうか人物の一番大事なところが崩れない程度にソフトになる感じあるんで、ポートレートでいい写真撮ってほしいなっていう気持ちはあります。まあ、いわゆるソフトフォーカスとは違うんですよね。光は、ね、写真プレゼントされると今のカメラって生々しすぎて、うん、うわここまで写っちゃうんだって思われることあるけど、うん、HDF だったら馴染んでくれる感じあるかと思うんでね。あのカラオケでドライで歌うと下手に聞こえるけど、リバーブ入れるとちょっと馴染んで聞こえるみたいな感じの、うん、こう馴染ませ方してくれるんじゃないかなと思います。まあ、あとなんだろうね、はい、いや、まあ、まあ、まあいいや、なんかあの、はい、じゃあ、あと、はい、ちょっと一つ、まあ、技術的なあの質問も来てるので、これはあのうちの岩崎さんに、答えていただこうと思うんですけど、物理の質問ないんだ。物撮りの質問。物撮りの質問。いやもう多分ね、今皆さん考えられてます。今ちょうど考えられてます。はい。で技術的な質問なんですけど、HDF の、極薄のフィルムだと、HDF は極薄のフィルムだと思いますが、耐久性はいかがでしょうか。劣化とかはしないでしょうかと。キムリコ。はい。いう質問です。あ、じゃあ大久保さんに。はい。耐久性。耐久性。はい。まあ、今回あの。HDF モデルですけど、あの基本的には GR と同じ評価をしてます。耐久の評価であったり環境の評価全く同じことをしてますので、あの耐久が HDF を使ったから劣るとか、特にそんなことはないです。で実際あの絞りのところにあの ND はパチパチ入るんですけど、まあ、そこに同じフィルターが入るだけなので基本的にはあのシャッターの耐久とかには全く影響ありませんし、劣化とかエイジングもないんですか。あ、ないです。そこもあの評価をしてないです。ただあの100年後は分かりません。なんかお前の HDF2 年ものでいい2年ものでいい感じの馴染みしてるなとか。ただあの、うん、ついでとか言うけど、あの昔プロの写真家たちはソフトフォーカス自分で作ってて、ストッキング使って、黒いストッキングだとハイライトしかにじまないとか、ベージュだとちょっとシャドウにも影響あるとかって、うん、今手作りでね肌なじませてる人多かったんですよね。だから HDF はもう自分で手入れられないけど2年エイジングしたら良くなるとか嘘でもいいから、まあ、メーカーから言えない。あまりそこら辺の
時間の影響っていうのは、まあ、あの時間相当の評価はしてますけど、あの実際に10年後どうなんだ、うん、20年後どうなんだ、ね、っていうとちょっとそこまでは分からないっていうところがあって、まあ、そこまでいくと何か変化が出てくるかもしれない、うん、まあそれはそれで味になるとは思います。もともと ND も同じ装置で出たり入ったりしてたところに HDMI とか、はい、同じわけですね。じゃあ、あ、すみません、あの企画の方が別売で買えないんですかみたいなのは、その HDF のフィルターって外付けとして発売したりしないんですか、そのパターンなんか工夫したんですよね確かね。はい、外付けで出すってことは今のところもともとはプラスチックフィルムの素材なっていうところがあるので、しかも外に出せないですよね、そのデリケートなものだと ね。プラスチックのフィルターは世の中にありますけど、はい、たまに触られるとちょっと、まあ、外付けとデリケートすぎて多分使えないと思います。フロントにつけらんない。じゃあ中道さん一緒に後でフィルターの付け方の教室受けに行きましょうか。これすいません、フィルターどこに付けますマジでフロントのリング外すんですけど、フロントリングこれ、はい、外してここにアダプターつけて、フードとかもそうです、ここにアダプターつけて、あ、フードはね、あ、それは大変だね。でもこの奥まってるし、もしかしたら被写界深度とかの影響を受けちゃうかもしれないんで、うん、フロントにフィルターつけるためのカメラじゃないですね。そうですね、だからこそ中に入れたんだと思います、うんね、じゃあの、はい、では、まあ、質問、まあ、ちょうど、まあ、これでとりあえず終わりということで、最後にねお二人、まあ、今回ね HDF 使っていただきましたし、これからね、皆さんに向けて、どんなふうに、まあ、使ってもらいたいかっていうのを一言ずつもらってもよろしいですか。もう多分みんなも言ってると思うけど、もう初代の JR3 からしたら4年近く経ってて、デジタルカメラが4年の寿命を持ってるって本当奇跡みたいなことだと思うんですけど、今回物撮りも加えて GR の新しい姿っていうのをもう一回見直すことができて、ブラス祭の読み直しもそうですけれども、そういういい機会を与えてもらったと思いますので、皆さんにとっても何かの刺激になればと思います。僕自身も、まあ、作例の仕事ではあったんですけど、自分の作品の延長としてこう撮影して、まあ、これまでの自分の作品を広げるような感じの使い方をしたんですけど、皆さんそれぞれそれぞれの生理的な好みとか、それまでのこう自分の文体のようなものに沿って、これが一つのこう幅を広げる、まあ、ツールだと思って作品制作にね生かしてもらうのが一番いい使い方かなというふうに感じます。ではここで、終了させていただきます。ではどうも、またどっかで会いましょう、はい。No matter how good the camera is, sooner or later, it will come to an end. However, the pictures taken with it will continue to live forever in our hearts. The values we provide with our camera are universalized by the photographs and are carried on to the next generation. Even at this moment, photographs that will move the hearts of our children, grandchildren, and loved ones decades later are being captured somewhere on the planet.That is our pride as a camera manufacturer and what motivates us to work for tomorrow. From film to digital, GR has a history of more than 20 years. The concept, the ultimate snapshooter, has not changed throughout the time. It is neither multifunctional nor versatile. The reason why we have been able to believe in such a distinctive concept is because we trust the intelligence of our users.High image quality. A camera with outstanding lens performance, natural and classic image making to capture the reality. Portability. A compact and easy to use camera that can always be carried around and taken out instantly. Quick response. Good feedback that responds to the intention of the photographer with high speed mechanism and excellent interface. Evolving.A camera that evolves to be a part of the photographer's body through customization and firmware updates. The GR is often compared to a knife. It's not a Swiss Army knife,
but a single purpose knife. Some also say it's like a pen that fits your hand, or a musical instrument that's fun to play. Anyone can take beautiful photos with a smartphone today. Digital cameras are still competing with each other in multifunctionality, but GR is not the camera with the concept of all-in-one. Versatile smarties are boring. The GR is a minimal tool that the photographer's senses are directly fed back as an extension of their body. There are 5 development principles for GR. 1, we do not compete in a number game using catalog specs. 2, we do not install a function only because it is a fad. 3, we do not design only to draw attention. 4, we do not change models easily. 5, always challenge and propose something new. As you see, the GR is a product made with our special feelings. So if you own a GR, we encourage you to use it until it is full of scratches. One can easily get bored with excitement and seek more stimulation. But when the heart is moved, that is the feeling which one wants to continue experiencing. The GR is not for excitement, but to move one's heart. It is a product that can share the moved feeling and grow together with its fans. We hope to expand this circle with the fans who we call GRists. So our communication with the fans is not exactly a sales promotion, but a part of the product. Photography is to face the society. Its art is only a result. Snap shooting is the basis of photography, which requires keen sensitivity and instantaneous response. 28 millimeters is, so to speak, the director's eye. A camera is not a tool to shoot, but to look at. Having a camera gives changes to what you see in the world. It can change your ordinary life into adventure. Made only of products, much less of advertisement. Brand equals promise. We promise here that we will continue to pursue the GR philosophies. Let us expand the joy of photography with the fans. Always in the heart of photographer. GR.